どうもスタマンです。今回は藤谷さんの全面協力企画です。ペコちゃんはい、というわけで場所ちょっと移動しましたけど、まあ、今年における藤谷さんのクリスマスケーキのテーマはみんなで楽しもう令和最初のクリスマスパーティーだそうです。イエーイ、テーマも素晴らしい。で、皆さん目の前にあるのがケーキなんですけど、うわ美味しそう、めっちゃ美味しそう。この17種、はい、現在店頭で予約受付中、12月16日までそうなんですよ。だから、そう、今行ってもまだまだなんですよ。だから予約は店頭でできるので、だからもう楽しみが増えてるってことですね。そういうことです。うまい次今日はこのクリスマスケーキをかけてこんな企画をやります。お題して、はい、選ばれるのは誰だ、クリスマスケーキプレゼンバトル。簡単にね、ルールを説明します。プレゼンチームは4人、投票チーム4人に分かれて、プレゼンチームは自分が紹介するケーキを投票チームにアピールします。そしてそのいかにそのケーキの魅力をうまく伝えることができるかが鍵となります。はい、そして最終的に投票チーム4名はプレゼンを聞いて誰のケーキが食べたいかを決めてください。なるほどね、はい、それで一番多くの票を集めたプレゼンターとそのナンバーワンプレゼンターのケーキに投票した方のみがケーキを食べることができます。さらに、さらに、ね、さらに、副賞としてスペシャルご褒美が与えられます。おえ、気になる、藤谷さん太っ腹だな。そうなんですよ、太っ腹ですよ。え、ふっかさんは参加したいんだ。私は完全無視に徹したいと思います。え、じゃあふっか食べなくていいってことね。あ、そういうことやね。やったライバル減ったぜ。え、それは違うよ、嬉しい。場面場面じゃん、場面場面場面分かれましょう。おお、はい、じゃあ一回、フォアが向こう、グーがこっち来てください。で、これでプレゼン会になった。そう、まずじゃあ4人が、マジで悩むんちゃう。じゃあ決めない、選んでいいよ。俺これ。あ、じゃあもうこの早もん勝ちですよ。じゃあメメが これね。俺これ。うわっ、おいいね。俺も選ばないでよ。これ美味しそう。俺ね、これタルト。おー、タルト。あ、いいですね、タルト。あとちゃんだけ選ばれてないの。ルビーチョコレートですか。あ、じゃあ俺これ。うわ、こいつ得意分野だぞ。じゃあいいですよ、決まりましたね。じゃあ早速プレゼンの方に行きたいと思います。僕が選んだケーキはですね、はい、クリスマスショートケーキを買いました。はいはい、まさにこれからの時期、はい、ぴったりなケーキ。ぴったりですね。はい、なんでちょっと思ったんですけど、はい、匂いで分かる、はい、クリームが濃厚なパターンのやつ。はいはいはい、匂いで分かってしまう。いいね。これはもうぜひクリスマスに家族なり恋人なり、はいはいはい、なんか皆さんでこうお祝いしながら食べてもらいたいなと思います。いい、素晴らしい、トップバッター素晴らしい。おい、いいね。なんか見たの結構良かったんじゃない、今日来たんじゃない、クリスマスの夜とか。いや、あとなんかこのラベルも可愛い。可愛いです。可愛い。でもそういうことを自分で言わないといけないんだよ。先輩が、先輩が一応プレゼンする側ですからね。まず見てください、この見た目のこの独創的な空間を使っております。独創的な空間を使っております。このね、立体感がよりなんかこう目を引く、まず。まあそうですね、うん、そう、はい、それこのおしゃれなんですよね、この配置が。配置おしゃれですね。すごいこのチョコの感じがすごいおしゃれだから、うん、ちょっとその本当恋人同士で食べる時とかにおしゃれで、そうしてちょっとポイントアップみたいな。で、それでいてやっぱりこう、はい、お子様の子たちにもね、家族で食べられる時にやっぱこれを見て何を思い浮かべると思いますそうなんです、ジェットコースター。あれね、思ったよ。そう、そのやっぱ臨場感がこう伝わってくる。臨場感そう、すごいですよ。いや、すごい良かったやんか。でも、藤原の人、見たら首をこうしてくる。見たの。だって、これ、恋人同士だったらさ、この輪っかのやつをさ、こう一緒に。あれ？どうすんの？どうすんのよ。食べるみたいな。あーってね。それが本当のペアリングってことですよね。きらめくいちごのクリスマスタルトということで、名前がすごい。ケーキといったらまずどこから食べます、こういうケーキ。いちごですよ。人にある。僕もいちごなんですけど、こちらのいちごコーティングゼリーといって、きらめきをね、コーティングしてあげてることで
とにかく映えると映える ね、こう最近 SNS とか流行ってるじゃない。確かにこう撮るわけ、はい、きらめくから、その写真撮ったら映えるわけだ、映えなわけだし、レフ版レフ版もはやレフ版と、そういったところまで垣間見えてくる。なるほど。そんな話が出つつも、はい、このタルトとクリーム、はい、でイチゴ、このもう大人気のド定番タイプなんだよね、はい、話は振り出しに戻ったじゃあ、というわけでこれで全員終わったということで、ね、待って待って待って、ね、ちょっと今入り弱かったこちらのケーキの外観だけ見て外観内見してるんだよ。なんか入れる外から見て、はい、どんな味がするか、いちご味でしょって思うじゃん。こちらの上の部分のこのクリームソース、第4のチョコレート、ルビーチョコレートっていう言葉を使ったんです。何第4のチョコレート、何その四天王みたいな。今まで3つチョコレートの種類があって、第4、ダークチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、はいはいはい、そこに続く4つ目のチョコレートがルビーチョコレート。ルビー、ルビーチョコレートの特徴としましては、今までにないようなちょっとねフルーツっぽいベリーっぽい味がするんだよ、もうカカオに。カカオに、そうそう、このルビーちゃん、違う違う、食べたことあるんですか。食べたこと僕もないです、まだ。いやさ、こんな説得力言っててさ、アベも食ったことないんですそれがめちゃくちゃ面白い。俺もまだ耳がくもんなんで、まあ、今のが、はい、まあ、1回目ですよ。じゃあ2回目あります。え、お、何？2回目は食リポタイムです。おっしゃ、食べた食べた、やったじゃあ、なるほど。だから一口だけ食べていただいて結構です。その食べた感想を投票チームの皆さんに伝えてアピールしてください。一口です。はい。だから一口しか食えないから。そう。どんだけ大きい。でもそこの上品さも俺らジャッジしてるから。うん。その本当に一口でいけてるから。断面。はい、断面。切られて思ったんですけど、はい、イチゴ以外にもフルーツがすごい。え？あ、はい、何？いただきます。うわ。うわ、いったね。うわ、うまいね本気のやつだね。今のうまいね、いいね、はい、ショートケーキのクリームすごい濃厚、まろやか、舌触りがすごい。クリームかな、ちょっと食べてみようか。なんで、ちょ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 、あ、俺も行っちゃいちゃう、行かない行かない。こちらのほら、うわっ、なにそれ、表面がすごいのよ、中すごっ。あ、もうそれ行こう、手で、いいね。いただきます。ナイス、箸上げ。うわ、うわ、いいなぁ。どう？もうね、とろけてるから、もうもはや飲み物。もう、もはや、やばい。もうすごいのよ。滑らか？滑らかすぎて、ウィーシンが溶けちゃう。で、そんな中でこう、ちょっとビターな感じのチョコレートが。おぉ、ビター。理性が忘れてしまうぐらい。言葉も忘れてしまうぐらい。やばい。きらめくイチゴのタルトね、これ、はい、蓋を開いて。すごい何層にもなってる。おー、タルトスポンジクリーム、スポンジクリームみたいな。おお、どうやった？送ったよ。ああ、あ、あれ、ユーパチになっちゃった。シェフ出てくる、やばいねこれ。なんだろうな、もうこう王道すぎて言うことないわ。ああ、美味しいね。金メダル、ウサインボルトみたいな。金メダル、ウサインボルト。ウサインボルトなの？そう、ボルトなの。ボルトなの？そうだ、これこそ本当に阿部ちゃんの食リポじゃないと、うちら食べたことないし、みんな、てか阿部ちゃん初めてなんだもんね。そうそう、初めて。でも食リポもう得意じゃん。もう得意じゃないですか。来てるね、ということで、はい、ストップ。そうそうそう、来てないぞ、今急になんか言うて来てないぞ。まずはね、ちょっとこの断面、まずは、あ、断面、はい、ケーキ生地、はい、クリーム、ケーキ生地、クリームとミルフィーユ構造になってます。うわ、すごいね。いただきます。あ、うまそう。そんなの言っとるやん。うん、どうですか？ふわふわよ。めっちゃうまい。全体としてはちょっと甘酸っぱいの。そう、多分そうなラズベリーソースが。うわー、やばいわ。もうちゃんとその、あ、多分これルビーカカオの味なんだなっていうのがちゃんとわかる。ちょっとカカオなのに。ちょっと高田社長みたいな。ジャパネットの人。カカオなのに、あの、ちょっとねベリーっぽい風味というか。おお。ちゃんとあって。やっぱりでもチョコレートケーキとして完成されてる。うわ、だってもうみんなうなずいてるもん。めちゃめちゃ美味しい。でも本当正直全部美味しそうでした。
でも皆さん、ここからこれが次に決まりますから。これでね、結構だいぶ揺らいでるよね。あ、今の聞いてですか、うん、じゃあ、それでは投票チームの方は見えないように書いていただいて、この箱に入れてください。じゃあ、俺はちょっと食べてみるね。怖い。ちょ、なんで4種類並んでんの。欲張りクォーターだよ、これ。ちょっと待ってよ、それは良くないよ。ちゃんと、これ、阿部ちゃんの、あの、新しい第4の、それ踏まえてね。うわっ、ふわっ、行ったんだよ。ほんとね、これは初めて食べる。おあのね、感じだから絶対みんな何をしとんの。何をしとんの。これじゃあ早速まず1枚目いきますね。くそあの、そこ手伝ってけど、僕は3人しか手伝ってない。あれあの、これチームじゃないですから、ね、3対1チームじゃないですね。優勝候補すぎて、うわつまいよ。じゃあ1枚目、やだ。だからこれはもうこっちも喜べんのか、逆にね。そうだよね。佐久間。え？うわあ、うまじか。インポリード。誰？取るだろう。いや、俺分かんない。そして2枚目。もうちょっと手つないで。分からないね。確かに。お前。いきます。阿部ちゃん。イエス。ありがとうございます。そうなんだよ。まあまあ今1対1だから。1票は。3枚目。ガチ来てくる。阿部ちゃん。イエーイ。次ラストですよ。まだわかんない、まだわかんない、はい、まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。4枚目最後ラウル。おお。ということは逆に佐久間が1、ラウル1、阿部ちゃん2ということで、シンプルショック。ちなみにじゃあ阿部ちゃん、まず阿部ちゃんね。よっしゃ阿部ちゃん、はい、ありがとうございます。まあね、正直もう食リポも、あの、説明も完璧でした、ね、ありがとうございます。はい、ですよ、ね。はい、そしてじゃあこっちのチームで阿部ちゃんに投票した人はドン。俺分かるよこの感じで、分かるよ。ドン。というわけで勝者と浩二ですね。イエーイ。マジかよ。ちなみにですけど、はい、2人はそのなんで阿部ちゃんにしたか、理由は、なんか新しいその、はい、感覚を味わいたかった、とにかく。まあそうですね。よかった。当時はまあ僕も新しいものに惹かれましたね。まあそうだね。まああとプレゼンも良かったし、まあ食レポ、はい、もう素晴らしかったし、ありがとうございます。僕はあの個人的にあのクリームが大好き。あー、なるほど。まあメメと迷ったんだけど、はい、まあ、ちょっと最後のそのちょっとしたフォローマジで感じて逆にえぐられるよ。そのちょっとした優しさがね。岩本さんは誰に投票しましたか。よいしょですよね、はい、ってことは、伊達さんがラウル。ありがとう。じゃあまずはね、翔たちを食べてもらおうかな。いただきます。うわっ、似合わなきゃいけない。うわっ。ほらね、いい反応なりますよね。いや、ムカつけ。ムカつけ。いい反応だわ。うわ、なんか、本物のルビーもこういう味なのかなって想像できてしまう。アホの子の発音。じゃあ、コージいいっすか。はい、どうですか。美味しいね。違いますか、やっぱり甘すぎないね。あー、そうですね。じゃあもう、じゃあ阿部ちゃんも食べて、みんなちょっと食べちゃっていいですよ。そう、やっぱ阿部ちゃんさっき一口しか食べれてないですし、いや、ほんとに美味しいよ。でも周りの目が一緒に出るという。YouTube さん側ってこう負け作んないと気が済まない。クリスマス、甘おいちごたっぷり贅沢ショートケーキが与えられます。めっちゃ、なんと税込み9600円。え、甘おのいちごを。こちらですね。うおー、でかーいちご。いちごパンパンじゃん。いや、ここのさ、側面のやり方やばい。これ合ってる。これさ、あ、なんすよ。これさ、あれはもう、あの海遊館のクマやん。これすごいね。やばい。これ食べるために出てきて。危ない。火曜サスペンスぐらいの崖に。火曜サスペンスの崖でした。みんな戻れるな。やばいじゃん。すごいな。本当
かもバニラビーンズもすごいわ。はい。うわぁ、うわぁ、これは美味しいやつだな。エグアンみたいなやつ。イチゴが弾ける。やばい。いや、ナイスだ。あ、いいですよ。うわぁ、うわぁ。いや、もう翔太さ、もう毎回殴られてる。やば。いただきます。いけいけ。クリーナー、うーん、うまいね。まあでも本当に藤谷さんのねケーキで、まあクリスマスをねみんなでバイバイ楽しくできたら絶対皆さんも幸せだと思うので、ぜひ皆さん食べてみてください。以上、そうでした。もうカメラ止まってからやるな。おー、贅沢贅沢。止まってないから使うから。なんでうん、すごないこれ。いや、本当に美味しい。ケーキの串カツやほら。ほら、ケーキの串カツ。ケーキの串カツやろ。それ合ってんの？合ってんの？新世界だからね。もうね、今向こうが大人なんか見合ってない。